コートに向かった時事前情報は一切ない状態でしたですから現場で聞き取りしその場で判断しなくてはいけなかったのです私は素早く状況を分析しそして正しい決断を下しました全仏オープン大会レフェリーのレミーアゼマール氏はフランスの公共ラジオ放送局フランスアンフォの取材に対しそのように語った 彼が言及しているのは女子ダブルス3回戦加藤美、アルディラスチアディ対マリエブズコバサラソリベストルモ戦ボールガールに危険球を当てたとして加藤を失格に処した件であるこの出来事のいきさつについてはすでに多く報じられているが改めていかに簡略的に記しておこうポイント間のルーズボールを 加藤がバックハンドでスライス回転をかけてサーバーである相手コートへと送るこの打球がボールガールの首の付け根付近にノーバウンドで当たったそれを見た主審は加藤に警告を与えるが対戦相手は失格だと抗議する。 主審は2人を諌めるがなお引き下がらなかったため揉め事の仲裁係的な役目を担うスーパーバイザーを呼ぶスーパーバイザーは主審から話を聞きレフェリーを呼ぶ失格貝仲の判定を下せるのはレフェリーのみだからだコートに到着したレフェリーのアゼマール氏は主審やボールガールたちにも話を聞いた上で失格を加藤に言い渡す この時加藤やパートナーは恋ではない動画を見てほしいと頼むがそれはできないとアゼマール氏は応じたテニスのライン判定に高速カメラホークアイによる最新システムが導入されたのは2006年と古いただこれはあくまでボールが落下した地点がラインの外側か内側かをリアルタイムで判定するためのもの ラインコール以外に用いることはなく故に現在でも2バウンドか否かなどに関してはビデオ判定が採用されることはない最近ではこの高速カメラの技術を用い先進を排して電子ラインコールを導入する大会も増えたただコートの表面がクレー赤土で覆われている全仏オープンでは ボールの落下点が土の上に残るため、電子判定システムは不要として導入されていない。いずれにしても現行のテニスルールでは、撮影された映像を審判員やレフェリーが確認し、それを元に判定を下すことはない。これは、テニスの大会では複数の試合が同時進行しており、すべてのコートにカメラが設置されているわけではない、という事情も関わっているだろう。 電子判定システムにしても、今でこそ全コートに設置されている大会は多いが、かつてはセンターコートなど一部のコートにしか存在せず、選手間からトップ選手ばかり使えて不公平だ、との声も上がっていた。ただそれも今は昔、機材のクオリティや台数に差こそあれ、今では多くの大会で、すべてのコートにカメラが設置されている。例えば、 今回の全仏オープンで加藤の試合が行われた14番コートにはベースライン後方に2台のメインカメラ1つはリモート1つは友人とコートサイドにも2台のカメラがあるそしてメインカメラの反対側のコートサイドではハンディカメラを手にしたカメラマンが適宜移動しながら撮影しているのだ実際に国際映像として全世界に配信される動画は これら複数のカメラ映像を切り替え編集されたものであるただいずれのカメラでも試合全体を通じて撮影した動画は存在するはずだ以下はネチズンのコメントをまとめたものです画像を見ないで判断したことが問題なのではなく判断するに至った材料判断の仕方が問題だったのではないのか そのことを自覚しているからミックスへの参加を許可したんだと思う画像を見ずに判断しなければならないのならちゃんとそれ以外の情報収集をしてから判断すべきそれに時間がかかるのであれば警告で試合を続行させて試合後に最終判断を下せばよかったはず運営側のその辺の判断とコントロールが稚拙だったのは明らか テニス選手としてレジェンドだったとしてもその辺は一般人と変わらないのだからジムレベルで優秀な人がブレーンをやるべきだろうと思う何がひどいって主審の判定を必要な抗議で覆そうとする相手選手普通ならわざとでないのは明らかだからこれは完全な反スポーツマンシップの行為だからこそ チェコ出身のレジェンドナブラチロワが1人は母国の選手にもかかわらず2人を猛烈に批判していますねそれとみんなが感じているように人種差別が見え見えですから主審はともかく2人のプレイヤー判定を覆したスーパーバイザーの責任は徹底的に追及すべきですもはや単にテニスの問題ではなくてアジア人差別に対する問題です 後からスーパーバイザーががあの動画を見てるるとと思うがそれでも失格と判定するか聞きたいスーパーーパバイザーは加藤選手が返球の行為をしてボールキッズに当たるまでのいきさつを見ておらず相手選手の激しい抗議と少女が泣き止まない状況からだけで判断し危険な返球がされたと思い込み失格の裁定を下したのではないか。 テレビを見てる世界中の人、他のテニスプレーヤー含め、は客観的に見てあれば警告が妥当だと思っているが、スーパーバイザーがビデオを見ずに断片的な状況だけで判断したのが大きな間違いだったと思う。ルールにはビデオを見るなとは書かれていないはずなので、もっと柔軟に対応すべきだったと言ってくれればみんな納得するでしょう。 とにかく加藤選手の失格の取り消しと相手選手へのペナルティ付与して今後はビデオの確認をルール化してもらいたいですね。テニスに限らず全てのスポーツにおいて失格を言い渡す時に映像確認ができる必ずしも必要ない場合もある体制を作るべきではないだろうか。 例えばテニスの場合は最低でも4大大会は全て動画チェックできるようにしてそこからランキングに関わる大会に波及させていくことを求めたいところ自分のようなド素人が叫んだところで聞く耳を持つ人もいないだろうがそれでも今回の「騒動」をきっかけに変わっていってほしいしそれが他の競技にも広がっていくことが必要なのかなと思うところです 運営側は民族的にも絶対に自分の間違いは認めないでしょう。スポーツマンシップの概念が違いますからね。何度も言われていることですが今回のことは審判が見ていなかったのに判断した一度警告とした判断を相手選手の必要な嘘を交えたアピールで失格と重くしてしまった。 相手選手はスポーツマンシップとはかけ離れた血が出ているなどの嘘をついてまで相手を貶としめようとしたなど加藤にとっては信じられないような悪意が働いた結果運営は自己保身ではなく反省して非を認めるべきフランス大会のルール破格のごとく単純かつ素朴であるため主催者側のさじ加減で勝敗が決まることが多々あったであろう 今回加藤ミー選手の毅然とした態度をきっかけとして、公明盛大なるルールに改正されるのであれば、多くの選手が裏取引に煩わずに試合に打ち込めることになり、一段上の価値ある勝利を手にしたといえるそもそも、すべての選手を公平に扱うというのがテニスのルールのはず。 にもかかわらず、一旦は警告で試合をジャッジしたはずなのに、一方の選手側の言い分だけで、失格、という重い処分を下すこと自体に問題があるだろう。こんなことが許されれば、上司を読んでこい、的な最低がアマチュアレベルでも行われてしまうだろう。いろいろな意味で一石を投じたことに間違いはない。フランスというお国柄もあるかと思う。 フランスではとにかく主義主張が強く言ったもん勝ちみたいなところがあり、長々と意見が通るまで主張をする傾向が顕著。ボールのインアウト等ならいざ知らず、今回はアクシデント事項であり、意見が分かれるであろう主張が必要で長引けば試合時間超過や運営に保護をきたすことが明白であり、主催運営側はそれを避けるために受け入れて円滑化を図ったのだと思う。 チェコやスペインの選手であればお国柄を知っている可能性が大きく、必要に主張すれば、意見することが苦手なアジアの選手よりこちらの意見が通ると見透かされていた。だから相手選手側から、してやったり的な不損な笑いが出たのだと思う。私は良いか悪いかのコメントをするつもりはありません。なぜなら判定が下った後にビデオを見るのは簡単だから。 この決定は審判とスーパーバイザーがビデオを見ずに判断した。グランドスラムのルールに則っ,って下した判断は明確なものだと思っている、とはね。格式と伝統がある大会だからと時代に合う変革や努力ができないようでは、いずれさらなる問題が起きて信用も信頼も権威もなくなる。 今後ダブルスに出場させたのも大会運営組織の判断なら、想定外に著名人の強いブーイングまでも起こったので、それに対して忖度しないと事態が収拾できないと判断したのだろう。失格処分のすべてが当然と主張するなら、金合ダブルスも失格にすればルールだの一言で終わらせようとする態度に一貫性があったとは思える。 結局のところ加藤選手の立場や気持ちより、大会運営組織のメンツを保つだけしか頭にないということだ。今後、屈強な男性にボールガールの仕事をさせてくれ。